pierin bomba. Ah, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte. Ah, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me. Come va? Ma i baci che ti do. 10月14日号です。日付が変わって10月15日午前0時21分も回ったところです。時計通りです。本当ですね。時計通りですよ。皆さん、ご覧の通り今日はこの3人で、なんと天文館から生放送でお送りしています。私鈴木がおすすめするのはキャパルボにある素敵なスペースです。3階にあるパーティーホールひなた。皆さんの友人でまだ披露宴を挙げていない方はいらっしゃいませんか。なんとここではそんな新郎新婦のために友人たちが企画し、2人にサプライズでレストランウェディングをプレゼントすることができるんです。さらにキャパルボ2階にドレスショップアンが9月にオープンしたことでドレスも OK。 それでは新郎新婦の入場です。パーティーで最も重要な音響、照明など様々な演出もいっぱい。さらに幹事さんへのサポートもしてくれるんです。会費制で1人1万円あれば、人数次第でドレスまでつけてあげることもできますね。サプライズで友人の喜ぶ顔見てみたいものですね。もちろん100名着席できる日向では、今からの忘年会、新年会、そして結婚式の二次会などいろいろなシーンのパーティーにも使えます。そう、これね、天文館でああいうスペースがあることもびっくりだと思うんですけど、すごく本格的じゃない。そうなんです。しかも友達にプレゼントしてあげられるもの、ああいうものなんですかっていう。すごい憧れる。もう下の階で借りてそのまま上に行ってできるっていいですよね。素直に結婚に憧れるね。二人ともすごい乙女な顔になっちゃうんですけどね。そりゃそうですよね。そして福田さん。いや、最近私のお気に入りのお店があるんです。こちら。どうですか、この雰囲気。夜の天文館を眺めながら、素敵なお酒に囲まれてゆったりとした時間を過ごせるんです。中央公園近く、著名な建築家安藤忠雄設計のビギビルの最上階にあるオールドバレルです。いつものお気に入りをお願いします。はい、かしこまりました。ここの魅力はお店から中央公園や照国神社を見下ろせて、夜景を楽しみながら美味しいお酒が飲めるということです。横浜ベイブリッジなども手掛けた照明デザイナー石井元子がデザインした中央公園のイルミネーションも一望できるんです。いただきます。ブルーハワイは色も綺麗で、夜景にぴったりのカクテルです。ここでは葉巻も売っているので、少し冒険するのもいかがでしょう。アナログ好きにはたまらないレコードプレーヤーもあります。お酒だけでなく食事も本格的。最大60人の貸し切りもできるので、仲間同士でパーティーするのにもロケーション最高です。200種類以上のお酒もあるので、どんなお酒好きでも大丈夫。オールドバレル、本当におすすめです。ねえ、しかもオレンジと
サインと、ね、中西さん、福田さん、はい、なんかこの絵どっかで見たことありません？なんかさっきのあれですか、ね、VTR の中でなんかこういう、ね、いつものっておっしゃってました ね、 この絵ね、そう、その通り、実は今 VTR に出てきました、ボールドバレルで今日は生放送をお送りしてるんですね、その通りでございます。この雰囲気と夜景、ね、どうですか、いいですね、最強ですね。デモンガにこういう夜景が楽しめる場所があったっていうのが ね、 ね、いいですよね。ライトアップが綺麗じゃないですか。そうなんですよ。そして私、さあそして今夜このしていただいてますオールドバレルのオーナーさんにお話伺ってみましょう。若松弘之進さん